動画の視聴ありがとうございます。私、レック専任講師根本と申します。今回は私が担当するスマホで使用書士 S 字語学講座、今年の改良点を説明していきます。今年の改良点、本当にスマートフォン一つで受講、演習、これらがスムーズにできるよう、そして悩まずできるよう、いろんな機能を設定しました。まずはこちらの方、いろんなメニューがあります。 受講タスクというところ、ちょっとこちらを開いてみましょう。では、こちらの講義の中の、このユニット111というところから聞いてみましょうか。こちらの方で講義が始まります。で、この講義が終わったら、こちらの方に次へというボタンがあるので、そこを押してください。そうすると、講義主張後、チェックテストというのが実施されます。こちら9-1。 とありまして答えを出す。そうすると、解説が出ます。そしてその下に、講義で使ったスライド、何ページに出てるよ。また、講義の時間、何分のところ見てくださいね。そこまで載ってます。合ってる場合はいいでしょう。間違った場合は、そこに戻って、もう一回そこを聞く。そういうことは可能です。ここに載っていチェックテストというのは、 講義でなった内容がそのままそっくり問題演習になっています。だから講義が理解できてるかどうかのいいまあ指針となるでしょう。ちょっと他の問題もやってみましょう。で、最後の最後、40点満点中これぐらいですよ。得点率満点、最高得点何分かかったというところまでパンと出てきます。で、ここで、ああよし、ちゃんといけるなと。って思えば、 次のチャプターに行けばいい。あ、これもう一回ちょっと聞き直そうかなと,と言ってもう一回聞き直すというのもありでしょう。ちなみに、下の方にランキングというのが出ていて、ライバルたちがどれぐらいだったかというのがわかるようにもなってます。こちらの図を見てほしいんですが、これ、学習フローと呼んでます。何かと言ったら、 あの勉強って講義を聞く問題演習するでいろんなことやるじゃないですかでそれどの順番でどうやればいいかっていうのがやっぱ始めた時っていうのはもう発着目つになっちゃうんですですがこのレックのこの学習フローを使ってもらうと上から順々にポチポチポチとやっていけばいいんですどの順番で何を学習しなきゃいけないかそれに悩むことはありません こちらの方に期限がついているの見つかるでしょうか学習するときに悩むのは、いつまでにどれを終わらせなきゃいけないのか。それが示されないと結構苦しんでしまいます。レックのこの SC 講座は、始めるタイミング、それぞれに応じて、今始めたんであれば、ここの部分はこれぐらいに終わらせてね。何月に申し込んだ人は、民法のこれはここまで終わらせて。といった締め切り。 を自動的に切ってくれます。そして設定をすれば自分のスマートフォン等にも飛んできます。そろそろこれ締め切りだぞ。終わってるかこういった締め切りがあるってことが学習の遅延を防いでくれます。こちらにマイ問題集というのがあるの見つかるでしょうかこれは何かというと先ほどやったチェックテストがあります。そこで間違えた問題だけを勝手にリスト化してくれるものなんです。 こちら、一度間違っている問題こちら、できたかできないか昔できなかったけど今はできるようになったとなるとこのリストからなくなってきます学習をしていたときに昔間違っている、今でもできるか今できるかどうか試したいととなったらぜひこちらの機能を使ってみてくださいこちらの方にプロフィールというのがありますこちらの方にはご自身のポイント、レベルが出てきます 学習をする、チェックテストを受ける、いろんな機能を使う、学習に必要な機能を使っていくと、どんどんレベルが上がってきます。また、ものによっては、バッチがついたりします。ある意味、ゲーム感覚です。ゲーム感覚で、このポイントを伸ばそうと思っていろんなことをやっていく。自然と学習も進行していくと。ゲーム感覚といった、まあ、ある意味、面白い要素を入れることによって、学習の促進も図っています。 一番上に検索って機能があります。こちらですが、例えば、うん、時効ってことがなんか思い出すときに、あ、時効ってやったよな、けどあれどこでやったんだっけな、と。って思ったら、その検索の欄に、時効というのを入力してください。そうすると、時効をどこでやったかと。ユニットが全部出てくれます。ある意味本の場合、後ろの作品機能から自分で探す。それをこちらは、このスマホ。 パソコン等がやってくれるんですこういった機能もあります受講生掲示板受講生同士の方で、まあ、お互いで、ね、疑問不安定を言い合ったり学習状況を、ね、伝えたりある意味仲間を作る機能ですそういったものも備わっております 学習ナビゲートこの S 字講座の方は講義だけを配信しているわけではありませんこういった受け方の講座とか学習環境の作り方学習習慣の作り方など学習のコツそういったことを配信するそういった動画もえ公開されておりますで他にもいろんな機能がありますもう全てはこのの学習の効率化 促進化、そして面白く続ける、悩まないで進める。それを目指して作ったのが今年の S 式講座です。ぜひ一度お試しください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。